するしない。どうも、稲田愛子です。 MJ、 今回もトンプー戦参戦したいと思います。前回から始まったシーズン2がなんと不吉なスタートだったんでね、ちょっとどうなるか分かりませんけれども、もうちょっといい成績を残していけるように頑張ってみたいと思います。やっていきましょう。トップ戦よろしくお願いします。本曲ドラは嘘、プレイヤーはペイチャです。プレイヤーが何を弾いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いが繰り広げられるのか。ペイチャでは良くない。誰が一番最初に仕掛けるのか。トンから行きます。ちょっとね、デキメントもないし、かなり手形が悪くて、泣くところもね、ないんですよね、これね。前のめりでは打たないかなと思ったら、 T1 がほぼ壊滅状態に陥りましたね。早くも。ここはドラを引いた。これね、2面ズワンズ厳しそうなんで、こう打ってやがる。ここから何を引いてくるか注目ですよね。あー、もうこれも大事にしましょうか。今回はもう T1 をね、親がポンしてるから、親のリーチがもう来ないので、魔を制する人物は一体誰なのか。ちょっとね、手を膨らましていっても、あ、3ピンがないのでこっち切りますね。ヒナタ、あっという間にイーシャンテンだ。上がりまであと一息です。かなりあの安全牌先に打っても、またもマンズを仕掛けた。別にいいかなって思える曲になりましたね。メジャー神茶、これは思わぬ失点。静かな静かなスタートですね。シモちゃん、まずは一歩リード。親の連チャンになりました。本一曲一本場、ドラは Q1、 プレイヤーはペイチャです。現在のトップはシモチャです。トップとはさほど気にする点差ではなさそうですね。さあ、ここからどう打ち回していくのか。本一も見たいんで、今回は支配からは切りません。ひなた、これで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。同じ形ができましたね。一応その手は見る？見ないかも。ドラ Q1、 ここはドラを引いた。ひなた、これでやっちゃって方針が定まってきましたよね。初赤市、あー、ドラが来るのか。チンが2枚見え。これなら3900点以上がね、見えるので、泣いてもいいかなと思います。赤嘘とか来れば満貫だし、 Q1 がね、もう1枚引けても満貫になる。重い空気のまま場が進行している。パン1がネックなのよ。ドラ票と2枚塚はあれで、あっという間に一さ、この範囲に反応。ここはスルー。ハツは泣いて2枚切れのパワー1に受ける。さあ、この範囲は。ここも我慢した。ひなた、ここでも仕掛けない。ああ、もうこれはさすがにこうしましょうか。リャンウーソーの受け入れとパワー1、あとはスーワンハツ。まあ Q1 なくなっちゃって、もうと思ったら親に。親のリーチは E1 しか忘れてないね。どうしよっかな、どうしよっかな。で、はじめまして、さようなら。突っ張っていった。突っ張っていきました。2、リャンワン、スーワン3枚見え。ちょっと来てみよう。これはワンチャンスになってますね。通った。スーソーが自分の目から4枚見え。3層も通りそうだな。リャンピン通ってない。ちょっと回りますね。ここは一歩後退。赤嘘がなくなっちゃった。親のリーチが入ってるんですけど、どのように打ち回していくのか。なんかね、周りがね、こんなに降りてないんだよね。ひなた、いいシャンテンだ。ストレートに引けるかな。あ、リャンピン通りそうかな。赤ウピン通った。
ハツ、ポンしましょう。ポン。あっとこ、ひなた、テンパった。泣いちゃった。あ、ドラ。え、ドラ。ドラ通った。じゃあロンワンとか最後の一枚来たら、突破ワンに変えましょう。各社相手の出方を伺っているのか。リアンソー現物。おお。プレイヤー、どうするんだろう。いやー、老僧が3枚目、親の現物チーソー切りましょう。しびれる。どこまでテンパ維持できるかな。このまま静かに場が進行していくのか。ダメかもしれないこれ。ることはできるのか。怖い。ローピン通った。ここはドラ、ドラこんにちは。ローワン3枚目。いやドラ切りかな。これは共通安全牌ですよね。お、出た。剥がれました。カツ、赤ドラ。まあ、親のリーチを蹴りましたね。いやてか今のちょっとどっちが良かったんだ。これでトップに浮上しました。お見事。二件リーチが入ってたんでね、判断が難しかったですけど、8900点上がれました。リーチ棒もねついてくるから嬉しいですね。大きい。先ほどは軽く上がりを決めています。で今回トップ前に立って、トーン2局なんで、どんなドラマが待ち受けているのか。ちょっとね、攻めっ気を出してもいいかなと。トン普段こういう形からね、4シャンテンであんまり泣かないんですけど、泣いてもありかなって思います。これ攻めてもう一声なんか勝ち強くなんないかな。チーソーのポン、一体どんなドラマが。さあ ここも我慢した。泣くなら、まあトンぐらいで、あとはまだ何も声出したくないですね。ひなた、ここはここでも仕掛けない。つもぎりが続いてしまった。幻想が親の現物。こういうのはね、広げていきたい。ハツが2枚切れ。ひなた、これで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。ひなた、波が来ている。ピンズの形がいいですね。これでイーシャンテン。ひなた、あっという間にイーシャンテンだ。上がりまであと一息です。なんかチーソーが巻いた後、しもちゃさんすごいですね。ソードがしもちゃ、ここで泣いてきた。これはね、トンカ、おっとここでリーチだ。リーチかけます。追いかけます。果たしてチーワン。なんかありそうな気がしますよね。あ、ウーワンだってやる気よ。赤ずつを中筋緊張感が漂っている。通ってる。はい、リーチ三元リーチロン。怖いね、こんなリーチ入ってさ。あー、え、ダブロンじゃん。なんと仮からロンの声。まあ、親のリーチを蹴りましたね。いや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 。あ、トーンここにいた、こんにちは。リーチ、ダイヤを。え、待って、ダブロンでしょ。え、てかさ、すごくない、この二人さ、ドラ持ってないじゃない。じゃあ親が持ってたのね。そういうことね。私もないですもんね。なんて怖い曲だったんだ。みんな結構なアグレッシブさで向かっていったってことね。プレイヤーのハイパイについてどう思いますか。はい、接戦なんで泣きます。チートイツ狙うかな。あ、こうなった。それでは対局の模様に注目しましょう。これでもうどこからでも何でも連ピン、数ピン、チーピン、ポンしていって、最高で染めてもありかな。旬はしょんぱいですからね。とりあえず様子見ですかね。さあ、こういうリャンメはもう大事にしちゃおうかな。1000点、あ、でもトンさんだからね。誰が一番最高。おお、やる気ね。いきなり仕掛けていった。チュン泣いてドランのペー切り。なんかスピード感はありますよね、ああやって泣くと。で
手形いいのかなって。後輩はどうする。おっと負けじと動き出した。スーピンポンしてリャンピンかチーピン泣きたら6球ワンにしようと思ってます。でももし下ちゃん早くも2フール目だ。こっちに来てくれたらもうドラも見えてるんでチーワンパーワン打ってもいいかな。あーすごい両面出てきたよ。各茶どんな上がりの形を思い描いているのか。これは3枚見え。神ちゃんあのこれはシャンポンがいいですね。3ピン2枚見え。ひなちゃんテンパった。下ちゃん捨て牌にチュンチャンパイが並んでいる。おっとメタロンの声がこだまする。まあびっくり仰天あっという間でした。ワンツ入りましたからねちょっと安くなりました。1300点ですけどトップ目でオーラス。本4曲ドラは何プレイヤーは親です。大事なのはこのオーラスで守りきることなんだけど。いよいよオーラスを迎えています。ひなたトップなのでここは軽く上がって。いや土田さん軽く上がって終わらせたいって言うけど軽く上がれる手じゃねえ。ドラから打っちゃおうか。なんちゃにポンされたんだけど受ける。はい大変そんなこと言ってる場合じゃない。あこれはありがたい。白統一26差。ちょっとね今回なんでね何から切るかっていうと、あっ初も泣かれた。結局ね天敗脳天で私まくられる差なのでトップ守りきるなら前に出ないといけないんですよ。だからあのちょっとアドベンチャーに行ったらちょっとすぐになんかそこら辺にいるモンスターにやられたみたいな感じ。狙ってるな。ちょっと待ってなんでこんな空中戦になるの。もうおかしいよおかしい。えちょっと待って見てよく見ようよく見よう。ハク出たら泣くし両腕手出し。一体どんなドラマが待ち受けているのか。アドベンチャーワールドだよ。あ待ってちょっとこれ E1 から打とう。え両腕パーワン。各社おお横移動。これは待って横移動ならひなたトップじゃない。え何このよくわかんないありがわかんないありがとうなのかわかんないトップでした。なんかちょっとよくわかんない。何から打つのが正解だったのか失敗だったのかよくわかんないけど。さあということで2回戦目はトンプー戦トップを取りました。今シーズン初トップ。なんか怖かったね。私も怖かったです。麻雀怖いね。難しいですね。では早速ビンゴをやっていこう。もうここでだから6回これですね。今回のカードが6回回していきます。まとめてガラガラします。さあ6回やりました。早速見ていきたいと思います。ごめん13番あるやん。13番ここ1個目開きます。はい54番いません。次44番いません。このさ最初の全然これ開かないんだよな。お52番あります。しかもなんか斜めラインがちょっと厚くない。もうすでにワンビンゴに向けて。次71番ありません。最後29番ありません。ということで今回は2個空いたのかな。なんか順調っちゃ順調かな。6分の2。さっきは長いさこれはこんな感じだったっけシーズン中。なんか年のせいがちょっと息切れ動機がする。さあというわけで今回も動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてください。では次もトップかなやりたいと思います。また見てください。バイバーイ。